健康被害が相次いだ紅麹サプリの問題をめぐり小林製薬は外部の弁護士による調査報告書を公表しましたそれによりますと大阪工場ではおととし11月上旬紅麹を培養するタンクの蓋の内側に青カビが付着していることが確認されましたが品質管理担当者は青カビはある程度は混じることがあるとして問題視しなかったということです また小林製薬は今年3月に初めて被害を公表するまで製造担当者に製造過程の問題を尋ねるなどもしていなかったということです。この問題を受けて小林製薬は今日午前に臨時取締役会を開き、小林和正会長と小林昭弘社長の辞任を決定、公認の社長には創業家以外から初めて山根聡司専務が就任します。